時刻は午後七時を回りました。沖縄プライムの時間でございます。今日は収録放送で行っております。えー、M. C. はこの方です。それでは。どうぞ。はい、那覇市議会議員の奥間亮です。よろしくお願いします。はい、奥間さん、えー、っと、なんか久しぶりの感じの奥間さんですが。<laughs> しますね。生放送いつできるかな。<laughs> 本当ですね。うん、十月か十一月かな。 <laughs> とかできますかね。<laughs> <laughs> はい。は、え、い、ー。奥間さんは那覇主義ということで那覇もいろいろとありますが、はい。詳しくは CM の後に聞いていきたいなと思っております。はい。はい、えー。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、今日はですね、奥間さんをお迎えして、そして選挙真っ只中、さらに那覇市長選もありますので、そういったことご ことをいろいろと話していきたいと思います。皆様のご参加も、えー、今日はですね、追及とかもできないので、できれば、えー、メールにてえっ、ー、と感想とか質問などなどください。メールアドレスが七九七アマーク fm 技能ワンドットコムです。さあそれでは今日は収録ですが、えっ、ー、と午後八時まで皆さん一時間お付き合いよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。 はい、沖縄プライムでございます。えっ、ー、と今日は収録放送で行っておりますが、えー、収録がですね今オンエアの前日ということで、そんなにえっ、ー、とタイムラグはないのかなという感じなので、なかなかホットな話題をいきたいなと思っております。えっ、ー、と MC はこの方です。どうぞ。はい、那覇市議会議員の奥馬亮です。よろしくお願いします。はい、奥間さんです。えっ、ー、といろいろと大変ですけども、まずはえっ、ー、と 昨日かこれ放送が明日なんで、はい、えと昨日告示されました、ね、沖縄知事選はい、はい、そうですねうんえっと一応まあ何名かいるとは思うんですが、はい、まあ一応新聞で取り上げられてる、まあ、大きな顔ぶれはやっぱ3名ですよねそうですねえっと届けで順番若い番号からいくとはい 確か、えー、下地幹雄氏と佐喜真敦氏と、はいえー、玉城デニー氏、はい、が、まあ、新聞では、まあ、この3名が特に注目されてますね。うん、まあ一応、昨日告示ということなんで、はい、まあ,あんまりそのこの人がいいあの人がいいとか,とかまあちょっと深い話はできないんですけども、はい、まあとにかくね、やっぱ、えー、皆さんコロナ禍。はいはい コロナ禍になって初めての県知事選挙ですから、うん、ああか4年前は普通でしたねコロナっていう言葉自体ねただのビールの名前だったものがでもそう考えると世の中のね流れっていうのは誰も予想できないし,しい、ね、っていうところですよね、はい、まさかウクライナロシアがね、うん、地上戦をこのね現代で 始めるかというのは4年前の県知事選挙の時には想像しなかったですしそれで物価高が来てとかですねいやーすごいだから4年、まあ、ある意味ね前回とのは大きくその状況が変わるので、はいうん、私たちが誰をお知事として選ぶのかっていうのはね、はい、あ,ある意味大きな選択になると思うんで。 まあね、とにかく投票率を上げていきましょう。うん、どなたに判断するかは皆さん次第なんで。はい、はいはいはい。お昆さんどの辺を注目してますか。まあやっぱり経済ですよね。うん、うん。これねあれだと思うんです。あの例えばですよこれ私が経済って今言いましたけど。はいはい。確かねあの県民の、うん、えと意識調査の中で、えっとこれまあ県がやってたと記憶するんですが。はい。 あのその最も重,、まあ、重視する政策みたいな、うん、政策分野みたいな問いがあって1年前かな2年前はいかないと思います、うん、コロナ禍に入ってからの,あのアンケートだと思いますけどはい、はい、でこれのニュースの大きなあそっかこのラジオでも少し触れたかもしれないですけど、はい、あの基地問題が 2>,、うん、あの2位だった 1位だったのが2位になって2位だったのが、うん、まあ3位とか4位とかまであの関心事として相対的に下がっていったと県も相対的に下がったっていうあの分析してるんですけど、うんはい、つまりあの他の例えば子どもの貧困問題だったり、はい、か環境問題だったり、うんはい、その他にもやっぱり県民が重視するっていうのが 問いいとしてて大きくなっているのでまあ当然やっぱりなんかこの新聞とか見るとやっぱりこの辺野古の問題っていう,、はい、う普天間の問題っていうのは来ますけど必ずない日はないと思いますけど新聞に現れない日はないと思いますがただ県民の意識調査の中ではそういったのが相対的に変わってきてるっていうのがあるので,で、ね、まあ私はやっぱりこのコロナ禍 のまあ脱却医療福祉とあと経済ですよね、うん、と私は思ってますねだから結局僕も最近思うのが医療福祉の分野もやっぱなんていうんですかねまあえっと綺麗ごと抜きで言えばお金が必要特に医療福祉ってね予算がないと何もできないっすよねだからやっぱりそこは経済まあ県の経済っていうかそういった まあ市民レベルの,この生活での経済もそうですけど、うん、そういったいろんな福祉とかのサービスをやるにも経済がやっぱ大事なのかなって気はしますね。まあ、元手になるものですからね、うん、あとはやっぱ国から、まあ、コロナになってからは相当国からの財政移転があるんちゃんと一応あるんですけど、うん、まあ,あの足りないよねっていう意見もあれば、はい、うんじゃあその元手は結局ねあの 赤字国債なの,、うん、あの結局その負担っていうのが将来の幸せになるの<ー>ならないのっていう議論もやっぱありますから、うん、あの湯水のようにお金が湧いてくるかどうかっていうのもやっぱありますのでその辺りはねあの限られた財源の中でどうやって県の、うん、県政の舵取りしていくかみ、ね、た、はいな。はははは ところですよね。うん。うん、僕はだから、あの大隈さんが言った経済の分野と、うん、やっぱりリーダーシップっていうのをちょっと見たいなと、今回は。はい。思っております。そうですね。はい。それぞれやっぱ。よくね、争点はなんだみたいなって言うんですけど、うん、まあ争点は一人一人決めることなんで。はい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 。という、そういう視点で。やっぱね。あの、見てもらって。いいんじゃないかなと思います。ですね。はい、なんか、そういう論調が。 あってもいいと思うんですけどね。必ず争点はこれだみたいな感じで決めるじゃないですか。たまにもう一二回でいいからこの選挙の間で新聞も争点は皆さんで決めましょうって言えばいいのになと思うんですけどね。だからこう客観的に見るにはさっき言った直近の調査とかそういうのでね判断してもいいと思うし、うん、確かあれなんですよあのえっと。 その選挙国事期間中、はい、選挙期間中って、はい、あの例えばあの模擬投票みたいなのって禁止されててたと記憶してるんですようんうんそういうあの、まあ、紛らわしいじゃないけど選挙に左右されるものってある程度他の政治活動が制限されたりとかっていうのがあるのでもしかしたら。 どううなんでしょうね新聞がアンケート取りづらいのかなでも出口調査では出てくるじゃないですか最も重要視した政策なんですかみたいなのは出てくるからあんなのを、ねまあ、ちょっと直近に告示前にアンケート取って、うん、あの争点は何するのかっていうのはんかねあのマスコミが一方的に決めるんじゃなくて何、うん、かの事実に基づいてこうなりましたっていうのがあったら面白いかもしれないです,、ね、面白いですけどね。 はい、うん、ということで、九月十一日は、えっ、ー、と。県知事選、そして、はいえー、統一地方選挙もあります。すね、はい。那覇は関係ないですけど。うんうん、えっと、あ,とあれですよ、あの。県、県議会議員選挙の補欠選挙が。はい、はい、はい、そっか。えと、だから、これ。 あのーまあ、具体名出してもいいでしょうね、まあ、新聞でも流れてるので、女、はい、長竹春さんが辞表を提出したと、うん、報道が確かあったと思いますから、はい、もう多分確定なのかな、県議補欠選挙、県議、うん、会議員補欠選挙もあるので。うん、これ、一枠ですか、じゃあ。 えっと、今のところ、まあまあそうですね、一枠ですね、すねもう今この時点で、うん、と思います、はいはい、だからその一枠をめぐってのまた選挙も、あの那覇ですけどね、はい、あ,のありますから、うん、これもね、あのこの木,木曜日の新聞で <laughs>、はいろいろ出てましたから、ここももうウォッチして、那覇,那覇の方は特,、うん、特にですね。はははいはい、はい 権義も選んでいただくとですね。えっと本当ね投票行きましょう。うん、投票率が下がり続けているので、でね、あの何にしても沖縄のリーダー決めますので、はい。皆さんの一票を使っていきましょう。うはい、はい。さあ、えー、そしてですね今移民軸もちらっと名前が上がりましたが、尾、うん、長。 竹原さんああそうですねが、えー、とオール沖縄が推薦する那覇市長選の候補として正式に決まったのかな出る意思を表明してでえっ、ー、と昨日でしたっけ那覇星川実はこれ奥間さんが選考委員長。 選考委員長は國場幸之助衆議院議員なんですけど選考委員の一人ですね。選考委員の一人で、ね、新聞にもインタビューされてましたよね。え,えっと今回ではあったかな1か月前ぐらいでしたっけあのあまあそうですねあの市議としてインタビューはされてましたけどはいはいあのまあ私たちとしてはその知念悟る。うん 現副市長をまあ擁立したいというふうに決まりましたねはい、はい、先日、うん、なので一応今のところはその尾長竹春氏と知念悟氏がまあ出馬の見込みと、うん、でこれが10月の23日の投票日ですので、はい、市長選挙はあじゃあ<で>知事選から本当に1か月後ぐらい1か月半ぐらいですかねう,ーんうんうん これも、ね、あのか4年前もそうだったんですけど、はい、まあまあ、ま、我々なんて言うんでしょうね応援団としては、はい、知事選も推したい人がいて市長選も推したい人がいる人たちは、はい、もう応援応援応援で、うん、もう応援続きなわけですよ。体力勝負っていう体力気力の勝負っていうところもあるので、うん、まさに選挙イヤーと呼ばれるゆえんだと思うんですけど。はいですね まああの市長選挙はすごく大事です、特に那覇市民、でも那覇市民じゃない県民にとってもやっぱ県と那覇市ですから、ですね、県と那覇市は誰がリーダーになるかっていうのはね、ね、うん、かなり県全体の発展にも関わってくると思いますし、私も市議会那覇市議会議員ですので、はい、特に注目している選挙です。うん ね、これだからちょっといろいろとやっぱり聞くことが多いかなと思うんですけど、<laughs> <laughs> まずはまあまあお長さんは向こうのねあれだからいいとして、その知念さんがその押した理由みたいなのってなんかやっぱあるんですか。はい、そうですね。あのまあやっぱりこなんか詳しい人はですね。はい、こ,この内容を詳しい人は、はい、そのまさに刺激的な候補者の 出方だったと思うんですけど予定候補者ですの出方だったと思うんですけどつまりあの知念智副市長っていうのは、はい、オール沖縄の立場と言われてる城間市長の下での副市長ですのであれオール沖縄から二人出るのかみたいな、はい、っていう見方もあって、はい、でじゃあそのいわゆる保守系側、うん、自民党系側が。 知念さんを押すとということで、はい、なんかみんなもえみたいな「うん、はてなはてな」みたいな「はい、どういうこっちゃ」みたいなやっぱ多いと思うんですけど一応、うんはい、まああの私も、まあ、言える部分言えない部分正直ありますけど、うん、まあ一番やっぱ行政経験豊富な、はい、うん新しい市長を、うん、は今特に必要だ やっぱコロナ禍でこれから経済回復 V 字回復に持っていかないといけないっていう中でですねやっぱそこは経験豊富で実力のある人っていうのは今求められてるのかなと今こそ求められてるのかなとだからやっぱ経験ない人がやるっていうのはある意味ね転換の意味で期待感とかも多いっていうのは当然ありますし。 まあでもなかなかその今までの歴史上見ても別に行政マンだったらいい市長になって行政マンじゃないかったら議員上がりの人だったらダメかっていうと全然そういうわけでもないわけですから必ずしも行政マンがいいか悪いかっていうのは別ですけどでも私はなんで選んだかっていうかなんで推したいかっていうとやっぱそのまあ知念福祉のこれまでのまあ行政の あのその手腕っていうのも、うん、まあ見てきましたし結構い,いいんですか、えーまあ、やっぱり、うん、あの決断力だったりやっぱなんかははは、うん、そのなんていうんですかねやっぱ政治っていうか行政ってやっぱ選択の場面が多いんですけど選んでいくつまりプライオリティをつけるい。ははい、はい 場面っていうのが多いんですけど、まあ、うん、やっぱそこは、あの、かなり優れているっていう認識ですよね。まあ、あの、私たちは基本的に、その。まあ、オール沖縄側の市長が白間美紀子さんだったんで、はい、私たちは味方として野党的な立場だと見られて。ますけど、うんうん、まあ、そういう立場の私たちから見ても。うん、やっぱ、白間市長の。 を支える副市長として、はい、那覇市の副市長としてはかなりあの頑張ってこられたんじゃないかなっていうふうにも評価してますしね、うん、だからまあそこそ,うです、ね、そこが一番大きいですあのー、さっきねおっしゃったように、えー、とそういったオロオキナの副市長だったっていうことでうん、うん、今回、えーとまあ、知念さんを推しますよと推薦しますよって決めましたが。 なんかいろいろ新聞にも書かれてましたが内外から不安みたいな不満だっけな、えー、そんなことを書かれてましたがやっぱりそこにつきますよねあのさっき言ったオール沖縄側のだったっていうのがありますけどただですよあの,、はい、あのねぜひちょっとあここはね今日のラジオでぜひ言いたかったんですけど、うん、あの例えばですよ太田知事太、はい、田さん、うん まあ、太田さんはやっぱその革新側っていうの知事として知られてますけど太田知事の歴代副知事を見てください、うん、あのその中に中山博一さんがいるのをご存知すげえこれ結構知らない人い多いんですけどはい、はい、太田中山さんは、はい、中山知事はなんかめちゃくちゃボロクソにね新聞とかに言われてますけど、うん 大田県政の時の革新・県政の時の副知事なんですよ中山、えー、そうなんだ。だからなんか何て言うんですかねあんまりその右とか左とか保守、はい、とか革新とかを見,見,見続けてしまうと、うん、やっぱなんかそのやっぱ視野が狭まると思いますね。うんうん、であともう一つはちょっともっと古い話になりますけど、はい、宮里松章先生って自民党の、うん。 国会議員っていうか自民党の先生がいたんですけども、ねはい、その、えっと、宮里松章先生は屋、はい、良長平主席の元での副主席だったんですヤ屋、うんうん、良町平さんはもう革新の,の主席って知,あの知られていますけど。うん そういうのがあるんだ今あるんですよ、うんあの。なんかまあこれはそれぞれ経緯は違うかもしれないんですけどだからなんかもうそれだけでやっぱ人を今色づけるっていう、うん、まあぜひこの辺はねもう知念さん本人から、うん、あの今後あの8月31日までは現職の副市長なんである程度コメントとかはできないかもしれないんですけど。うん あのただまああの退任されてから九、はい、月一日からはぜひこの知念さんのがどういう説明をするのかっていうのを、うん、ぜひまあ聞いてほしいなってまあ思います。まあ私はもうきもちろん聞いたある程度聞いていますけどね、うん、あのー、そういうところだと思いますね。もうなんか喋りづらい内容で申し訳ないですけど<笑><笑>もも僕もしかしたら辞退するかな。 とは思ったんですけど、やっぱりちゃんとこう、うん、なんていうの推薦を受けて出るっていう意思を固めたっていうことですもんね。これすごいな。そうはだから、ね、多分あれだと思うんですよ。尾長武春さんだからっていうこともありますか。つまり尾長武知念副市長は尾、はい、長亡くなった尾長武さんが市長時代の那覇市長の時にやっぱあの秘書課長もしてって引き上げられて

革新姿勢っていうんですかうん、うん、それの副,知副市長だった人がまさかの星から推薦されてみたいなとこですからね,そ,ねそれだけでも十分びっくりなんですけど、うん、まあだから亡くなった人の気持ちは分からないですけど、うん、でもまあ推察するに小長武さんも複雑な気持ち <laughs> <laughs> まあ多分嬉し喜んでるとは思わないですけどねさすがにやっぱ複雑な気持ちなんじゃないかと。 うん思いますけどでだから、まあ、ただですよあの今回このラジオで言おうかなと思ったのは山内さんも,もうなんか、ね、いろいろラジオもやってていろんな人と話してるのでだんだん政治の,あのプロ化してきてると思いますけど。詳しくなりすぎてるかもしれないですけど私も仕事なんで、はいまあ、こういう政治の世界の頭ですけど。うん でも、一般有権者からしたら、どうなんでしょうと思うんですよ。で、なんか。なん、なんちゅうのかな、その、今の、じゃあ。えっ、ー、と、知念副市長がオールオ、はい、いわゆるオール沖縄陣営の市長の。元での副市長で、翁長竹春さんもオール沖縄で、とかっていうのを。一般市民からしたら、多分、どうでもいいって思ってる人も、多いと思うんですよ、ね。確かに気にする人も多いけど、はい、どうでもいい。 とにかく那覇市を良くしてくれればそれでいいんだって思ってくれる人も多いと思うんですよ。あ、うん、そこをねあのやっぱ本来の政治のあり方っていうのをみんな冷静に見つめ直す選挙になってほしいと思います。うん、でもその本質を問うのにいい選挙というか、うん、確か結局あの白間さん、うん、市長の、うん、えっとが辺野古はもう別に。うん 問わないっていう、うん、あの発言って僕はすごいなと思ってて、うん、結局まあ関係なくはないけどもうん、うん、那覇もだけどそこばっかりやってたら結局ね生活がよく市民のあれにはならないよねっていうことだと思うんですよ。って考えたらやっぱりそもそもっていうところに戻りやすいのかなっていう。 なんかねあのこれ持ってくればよかったな、あの城間市長の来月持ってきますよ、議事録を、議事録をね、今一度み皆さんにねやっぱり知っていただきたい、うん、これはあの別にあの賛成だろうが、反対だろうが、これ、奥目さんが引き出したんです私,私の質問に対する答弁なんですけど、<laughs> だから新聞にもだったんですよね。そ、はい、そうですそうでですすはい あの、いや、だから嬉しかったですよ。私が質問して、ああいうふうに答えてくれた。じゃ、次の市長にも。白松さん、引退されるって、この間会見しましたけど。次の市長にも、やっぱり。辺野古って反対してほしいんですかっていう趣旨の質問を、いくつかしたんですよ。その中で、今おっしゃったみたいに。いや、もう辺野古の、賛否は問わないと。で。あとね、やっぱ。僕は。 あーと思ったのは、うん、あの本来市町村行政ってやっぱ福祉に一番近いんで本来市民福祉のやっぱあの最善の利益を考える考えるべき市町村の行政の中で、うんはい、例えばその選挙戦でやっぱ辺野古賛成反対みたいな、うん、いわゆる政治闘争みたいなのが巻き込まれてるんしまってるんじゃないかっていう風に危惧してるみたいな<ー>まそういう趣旨の。 ちょっと表現は若干今あの一軸当たってませんけど、うん、今度はあの議事録を持ってきますけど、出、うん、旨としてはそういうことまでいはい、はい、まで言ってですね、<ー>そこまでねあのその辺のこあ辺のこっていうかその政治対立がそういうところまで及んでるんじゃないかと危惧してますと。はい、うん。だからあのー、ぜひまあ那覇市のまあそのまあさっき言ったみたいに。うん えー、那覇市政に専念するというか、うん、集中して那覇市のこと、うん、まあ当然ですよね那覇市長だから那覇市のことを一生懸命やるっていう, <laughs> うそのまあ一点の要望につきますみたいなことを極めて正しいことを言ったと思うんですけどね。うん、ですねうんうん、うん。だからそういうことを言ってくれたので、まあ、白間市長はもう本当に辺野古反対っていうのも議会でも。 那覇市長としても発言してきた人であるにもかかわらず、うん、やっぱり最後にそういうふうに言ってくれたっていうのは、はい、なんかあのあとあれでしたよねやっぱ前置きとして復帰50年ってって今コロナ禍とか、うん、ウクライナー ロシアのウクライナ侵攻もあって、うん、世界情勢も劇的に変化している中ではい、はい、やっぱ物価高とかもあるし、うん、やっぱ市民の暮らしをやっぱ憂いたのかなってちょっと予測しますけどね。なるほどわ、うん、かりました。えー、とじゃあいった CM 挟んでですね、うん、じゃあそのなんていうんですかね、はい、まあ。ですね争点になりうるような。はい 話もしていきましょう。はい、それでは一旦 CM です。沖縄プライムです。えー、後半戦今日は、えー、那覇市議の奥間亮さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ那覇市長選のお話ですが、そうですね。はい。まあだいたいあの前半でちょっとお話した構図というか、はい、まあどういう人が出るのかっていうのもちょっとご説明しましたけど、はい。ただやっぱりさっきも言ったんですけど。 やっぱ政策ですよね、うん、最終的にはあの誰が那覇市長になって何をしてくれるのかっていうところが一番の重要なわけですからこれちょっと一つ前提として聞いていいですか例えば那覇市長、うんえっと、県知事が、うんえっと、国と、うん、まあまあまあえーえー、っと難しいな国とちょっと仲が悪いですとうんうん、うん 裁判してます。はいはいはい。ユーバーってやっぱり、うん、その、いろいろ影響は受けるんですか?。前提として。どうですかね。あの。えっと、今のはその前提として。はい。国と裁判してること自体が影響出るとは思わないんですけど。はいはい。あの。ただ裁判してるっていうのは。はい。普天間の辺の小位説で裁判してるわけじゃないですか。そこは。そこで。うん。あの。 県民が選んだ県知事が今のような裁判闘争をやってるわけですからこれはあの一定の県民もまあ批判する県民もいますけど一定の県民はいや国に抗った方がいいんじゃないかということでその裁判をと認める人もいると思うんですよね。でそれはそれとしてただなんかその他の分野にまであのこの対立が影響を及ぼすっていうか。 うんうん、いうふうに国もやっちゃダメだしはい、はい、県もやっちゃダメですよねうん、うん、県も国嫌いだから、うん、うん他の分野でいろいろ本当は国にお願いしたいことあるんだけどはい、はい、ちょっとここは避けようみたいなはい、はい、足元見られたくないみたいなの駄だし、うん、当然国も裁判してる分には、うん、あの予算減らすぞとかですね。そんな あのことをやっちゃダメなわけですよ、うん、でただだからそこがあの今影響してるかしてないかっていうのはやっぱり議論があるのでそれに伴って大きいのは沖縄振興予算と沖縄振興法がこれからどう変わっていくのかっていうところですね、うん、でそれにかなり那覇市も一市町村の一つとしてかなり左右されるのは間違いないですから、うん、ああやっぱり影響受けますよ。 うん、特に、まあ、私の視点ですけど、はい、ハード交付金っていうのがあるんですけどハード交付金っていうのは文字通りハードなんですけど、うん、例えば道路とか、うん、学校とか市営住宅とか、うん、公園とかそういうインフラハード系のに必要な交付金なんですけど、うんうん、これがもう国との関係が悪化してからめちゃくちゃ減ってますから。うん これをやっぱりそこのままいけば、うん、あの本当にしわ寄せが、まあ、今現在出てきてるんですの実際これ議会の議事録にも残ってるんですけどうん、うん、例えば、えー、とこういうハード交付金って当然予,選予算って来年のこと見越しなが予算作っていきますからはい、はい、来年はじゃあ 10, 個の10箇所の公園を整備しましょうっていうのをつ、うん、立ててたけど、はい、これが7公園になりました5つの公園になりました。予算が、うん 減ったのでっていうこういう具体的に計画が後ろにずれ込んでいくっていうのはもう起こってるんですこれ恐らく那覇市だけじゃないはずですよ。っていうのがもう目に見えて出てきてるのでこれがやっぱりきついですよね市町村としては。だから市政も例えばじゃあ沖縄市だと保守系の市政じゃないですか宜野湾もそうなんですけどそしたら。 えっと、例えば国の補助金を使う時っても直接県を飛び越えていくみたいなのをニュアンス聞いたことがあってあ、えっとですね、これはあのまあちょっとものによるっていうかですね補助金にもよるんですけど、うん、あの沖縄振興予算っていうのは一括計上方式っていうのがあって。うん の内閣府の中に、まあ、沖縄総合事務局とこの沖縄担当っていうのがあるので普通の都道府県はじゃあ,あの例えば国交省の補助メニューだったり、うん、農林水産省の補助メニューだったり、はい、全部この国交補助金のひもの付けとかって言われますけど全部決まってるんですけど、うん、一旦沖縄の場合はその一括形状方式っていうのをとってはい、はい、他の省庁も横断的に。 予算を取りりまとめたすするんですよ、えー、でそれの口座、まあ、とは言わないですけど、うん、メリットデメリットみたいなのもやっぱあの言われているんですけどだからあのそういうのもあるしであと一つはあの、えっと、そのソフト交付金ハード交付金ってさっき説明したけど、うん、ソフト交付金は、まあ、文字通りソフトにも使えるソフト事業とかにも使えるもので。 まあ、あの教育系だったり観光系だったりって結構幅広く使える交付金なんですけど、はい、これはねあの結局県をとと通すんですよ一応は、はい、窓口としては。はい、でただねこれまでの結構そのあの保守系の首長というか、はい、つまり国とこうしっかり連携を取れる首長の場合は、うん、あの直接国の役人と、はい ソフト交付金でこれできないかとかっていうのは、はい、あの予算折衝予算接種というかその交渉とかしたりしてる場合はありますねだから結局あ<ー>あの県はこう通過っていう、まあ、イメージなので市町村のソフトについてはですねだからある意味その県を飛び越してるっていう印象があったりもしますよね。 わかりました、じゃあそれを踏まえてですね。と、うん、いうかそう、そこを何で聞いたかとやっぱ前提として例えば、えーと、保守系がいいのか革新系がいいのかその保守・革新で変わるのかなと思って、うん、市町村まで。なるほど、まあ、これはだから、あれですよね、まあ、保守系側としては当然、国と連携できると。 つまり自,自民党公明党の今政,政権政府ですから、うん、自民党公明党系の議員だったり区長が、はいえー、いた方がしっかりこう国と連携できるとおいう、まあ、主張ですよね。ですよねでただ、あのー、そうじゃない人たちからすると、うん、い,いやいやそのやっぱ国もあの足らないところいっぱいあるぞと悪いところいっぱいあるぞとだからやっぱりその声を上げ,ちゃ上げていかんといけんと。はいはい いうのがありますから、でもこれのメリットデメリットは正直、まああの私から言うよりも、うん、やっぱそこは市民に判断してほしいかなとは思いますよ。あ,はいはい、あのー、そうですね。例えばまあやっぱり 実現、どれぐらい実現したのかとか。そうか。あの、なんか、今実現率とか、公約達成率とか、実現率とか。<laughs> えっと、なんか、揉めてましたけど。あれ、すごいっすよ、ね。まあんなのも、ぜひ見てほしいと思いますよ。<笑><笑>だちょっと、あの、まあね、ちょっと県知事選挙入っちゃったんで、もう、あんまり触れないでこうところ。思いますけど。まあ、まあ、そういう政策の達成度とか、まあ、見て、判断するとか。これ、白間、うん、姿勢は、いわゆる確信に。 でしたけど、その時に、その。そういった不具合というか、不都合ってやっぱり、あったんですか。あのね、私はあったと思います。あ、やっぱあるんだうん、うん。私はあったと思ってまして。あのー、具体的に何かというと、はい、市町村の、やっぱり、大、なんていうんですかね。代表してるのは、やっぱり、那覇市っていうのは。まあ、僕はそう思ってるし、うん、まあ、周りの役人も、やっぱ、ほとんどそう思ってると思うんですよ、ね。つまり。 あのまあ、沖縄市も浦添市もうるま市も大きいですしそれなりの特性とかありますけど、うんはい、やっぱ県と那覇市がちゃんとその市町村の悩みとか問題点とかをガッと国とかに言って国にも言うし県にも言って、うん、それであのやっぱり窮状を訴えていくというか。うんうん っていうのはやっぱりこれまでの那覇市に求められてたことなんですけど、例えば市長会とか今那覇市の市長市長は那覇市の市長は市長会の会長じゃないですからね。あ、そうですね。はい。沖縄市だったりうるま市だったりってなってますから、はい、うん。これは本当にね他の市町村が逆に言われるんですよ。うん、やっぱり那覇市の市長が市長会の会長をやれる、うん、そういう市長じゃないとダメだよねと。<laughs> そうなんだ。うんうんっていうふうにも。 言われますしじゃあその役割を城、まあ、間市長が果たしてきたかっていうと、はい、これは議論がありますけど私としてはやっぱそこができてなかったあ<ー>だからそこに、まあ、知念さんっていう副市長がいて、うん、でそこでなんか懸命に踏ん張ってた苦労してるのを、まあ、見てましたけどね。 ななるほどそうんですだからそれをちょっと聞きたくてすいませんね時間取りましたが。ということで細かい政策にいきたいんですけどたくさんありますわやっぱり問題とか課題っていうのはですねそうですよね問題課題を解決するための政策ですからねそうですねあの課題って僕は進んでないから全然わからないんですけど。 あのやっぱりこの経済指標とかそういうのはあの他の市町村より当然財政力も高いですからあのそういうふうには見えない部分もあるかもしれないですけど例えばあの結構やっぱ沖縄の問題の何て言うんでしょうねやっぱ那覇がその沖縄の問題の大きな部分だよねっていうのはあると思います。つまり例えば子のの貧困問問題題とかうん沖縄の問題 だけどやっぱりその那覇独自の、はい、例えば相対的子どもの貧困率っていうのは那覇市は出さなかったんです出してないんですけど当然これはあの沖縄が今全国の中でもあのその子どもの貧困率が深刻じゃないですか、はい、それをやっぱその要因というか、うん、そこのパーセンテージを。 そこに至らしめてるのはやっぱ都市部である那覇市であったりまあ沖縄市もあの肌感覚でやっぱ子どもの貧困多いのよねとかって当然都市部はありますけど特にやっぱ那覇市はその大きなだから逆に言うと那覇市の子どもの貧困施策をしっかり打っていけば沖縄の子どもの貧困もあの那覇市が頑張った分だけいい方向になっていくっていうのは間違いない。 ないわけですから、あの、そこ、も重要ですよねうんで。例えば、たくさん、もなんか問題だけ先に。言ってみましょうか、はい、まず。はい、例えば、ですよ、あの。学校の先生の多忙化問題とかって。言われません。中学生、特に中学生、はい、小学校の先生も大変だけど。うん、特に中学生の先生がもう。多忙すぎて、はい、業務方になってて、いいんじゃないかとか。はいはいはい あ,あとはまあそ,のその学校の先生の流れでいくと中学生の学力がまだ全国で、うん、あの一番あのワーストですよね全国学力テストの結果とかもありますしあとは待機児童もまだあのいますしねあだいぶ改善はされましたけど、うん、あのただま保育士の処遇改善の問題も残って。うん いますあとあれですよね認可のあれマナー派であったので<ー>かか認可外の、はい、あのあれでですすよねねそうですね認可外もどうやってフォローしていくかっていう問題もありますね、うん、あとはコロナ前までやっぱ交通渋滞が全国でもかなりひどい状況だったっていうありますからアフターコロナは間違いなくまた交通渋滞が問題になるはずなんで。うんはい まあ今のうちから国県と連携して蘭、うん、しだけの問題ではないので交通渋滞かはい、はい、だから連携しないといけない、うん、であとはあのこう国民健康保険の赤字問題っていうのもあるんですよ、うん、あ知ってる人は知ってるんですけどなかなか知らなくて、うんうん、これ、まあ、いわゆるその国民健康保険っていうのはあの、はい、会計が一般会計っていう、まあ、普通の財布と別でうん、うん、つまり 国保の人もいれば、まあ、あの憲法の人もいるわけじゃないですか国保の人っていうのはやっぱ比較的高齢者が多いし、うん、いっていうことは医療費がかかるよねっていうことなんで、うん、あのつまり保険料だけで医療費賄えな,ないっていう、まあ、赤字簡単に言えばですね赤字問題っていうのがあって、うん、じゃあそこどうしてるかっていうと一般会計からこう繰り出しをしてあ<ー>繰り入れをして赤字を補填してるんですよね。はい、でこの問題もやっぱり まあ突き詰めて言うと、まあ、これってあのその沖縄戦でこの前期高齢者の割合がこう全国に比べていびつなんだっていうあの分析もあってえそれからそれによって国からの財政移転が少ないっていう指摘もありつつはい、はい、でも今回のはやっぱりそのやっぱ医療費の抑制というか、うん、やっぱ健康にならんといけんよねっていうのが高齢者は増えて。 あの働く世代納める人は減っていくわけで減ってるわけですから、うん、そ,のそもそも人口減少だったり、うん、あのもうあのその医療費をどうやって社会保障の負担の問題もまさに市長なしの問題にもなってますあこれ俺やっぱこれは突き詰めていくと市町村の問題でもあるだからか健,健康増進化とか特定健診受けましょうとか必死にやってるじゃないですか。あ なるほどねみんなが健康になる,なるのとならないの全然違うのでそ,そういうのもありますし、はい、生活保護費もですね保護費がたくさん出るからだめていう話じゃなくて、うん、まあ現実として生活保護費は増え続けてもは那覇市は,はい、はい、200億も余裕で突破してますし<ー>毎年すごく上がってんじゃないですかね。 でもコロナ禍っていうのもありますかねかああこれもじわりくると思います、ねはい、あのうん、うん、この問題はですよあの生活保護になる前の生活困窮者自立支援とかそういう分野にまずはあのくるんですよ。うんうん、でそれがやっぱりこうフォローできてないと最終的に生活保護っていうふうに段階でなってくるんじゃないかってやっぱ懸念もあるので。うんうん 今の視点もそうですしあの私最初は200私が議員今10年ぐらい経ちますけど議員って、はい、最初の頃は200億いってなかったですよ。うはいはい、もう今とかだったんんじゃなないですかかねあれですね今課題ずっと聞いてたら何て言うのかな市町村が抱える、うん、いろんな市町村が抱える課題をギュッてした感じがしますね。 そそうそうおっしゃる通りやっぱ人口多いからなのかなそうですねやっぱ都市化してるのとうん本当にね日本の問題沖縄の問題の縮図と言っても過言ではないかねそんな感じするなあ,、ね、あとは観光の V 字回復ができるのかどうかっていうはいはい、はい、観光もね結局県の問題だったりするけどやっぱ那覇でも大きなあれですよね。そう,そうでですね那覇で 打てる補助金政策とかも多いのでどこに効率的にやっていくかっていうのも問われますし、うんはい、あとまあ僕は社会福祉士でもあるんで、はい、やっぱ福祉のところは気になってるのはたくさんあってであのこれどこの分野でもそうですけどやっぱ福祉の人材人手不足っていうのも言われてますしな、はいはい、り手不足っていうのも言われてますし。 福祉の問題っってててすごくく今大きくなってて例えばヤングケアラーっていうヤングケアラーなんていうのはあの、まあ、昔からおそらくあった、はい、おそらくというかまあ,あったんですけど、うん、やっとその光が当たっててこれ対策どうするかってなってるんですけど、はい、そういう福祉の新しい課題っていうか、うん、うん潜在化してる課題っていうのがどんどん顕在化してくるのではい、はい、その時にじゃあ 予算だけつぎ込んばいいっていう話じゃなくてやっぱ確かに、うん、福祉人材が、ね、そこにはやっぱ必要なんでん、まあ、そもそも福祉人材っていうことはやっぱ福祉教育も必要だよねみたいな話になってくるしうん,うんすごいこの福祉もたくさんの課題がありますね。であと那覇市はですね、はい、これ結構特有な課題かもしれないですけどあの、えー、自治会加入率 あ低いんですね10%台10%なんだはいはいはいでもうこれ自治会加入率ってそんなに皆さんピンとこないかもしれないですけど行政職員からするとすごくまちづくりの結構根幹で情報の連絡交換がしづらいんですよこの地域で何が問題になってるのか、うんうん、そうですよね自治会があると やっぱ意見集約ができたりとかこういう問題があるとかこういうちょっと独居高齢者がいるよとか、うん、あのいうのが上がってくるんですけど、うん、これ防災の観点でも必要ですし、うん、子どもの貧困とか虐待防止とかもそうですしうん、うん、割と多方面で関わってきますよね。とかもう多岐にわたっていくのでうん、うん、こういう那覇市の補助金あり,ありますよ、うん、市民サービスは新しいの始めますよって言っても。 それを伝えななきゃいけなくて、はい、みんながみんなホームページ見たりとか、うん、チラシを必ず見るかっていうと「那覇市民だよる」とか「必ず見るか」っていうと、うん、見落とした人はじゃあどうするのっていう、うん、やっぱそこであの自治会とかコミュニティっていうのが必要なんですけど、はい、そのコミュニティがもう極めて少ないというのが那覇市の問題つあこれもでかいな。うですよ。よ 行政だけで解決できる課題と、はい、行政だけでは社会全体で取り組まないといけない課題っていうのはやっぱあって子どもの貧困とかもそうなんですけど、うん、特にやっぱ自治会の加入率っていうのはやっぱ市民の力借りないとっていうところもあるんです、ねはいはいはい、そうですよね。うん、まあこんな感じで まあ、もっとたくさんあるんですけど、はいはいはい、まあ、重たったところって感じですよね。それでもいっぱいあるんですけどね。もっともっとありますけど、だかこういうせこういう課題を。うん、じゃ、どうやって解決するのかっていうのを、うん、まあ、ぜひ。市長選挙で、あの、おっちしていただきたい、チェックしていただきたいと。思いますし、はい、そこに僕は、あの、なんだ。自民党だ、公明党だ、何何党だ、オール沖縄だっていうところは、うん、関係ないと思ってるんです。けど そこ,こはみんなであの力を合わせてやっていける市長が誕生してほしいといそうですね。だ僕、はい、が最近ちょっと思うのがやっぱりいったもん勝ちになってないかなと思っていて。うんうんうん。はあ<ー>本当にできるっていう。<laughs> じゃあこれ行って当選するよねと。と、うん、やったっていう。うん、だから。 そこが最近すごいなっていうのがあってしかも数字まで出してくるようになってるから何パーセント何パーセントですみたいな本当っていうのがあるんですよだからその辺もねやっぱ皆さん見極めてほしいなと思っていて難しいと思うんですよその辺見極めるのそうですねいやほんとそうですねんかもういや難しいですよねだから結局ほら えと多分小長さん竹春さんも、うん、確か昨日おとといかなんかの新聞に「うん、子どもの貧困を減らします」と「うん、うん、もうこれどこでも課題やってるけどじゃあどんなやるの?」っていう、うんうん、もちろんその知念さんが今から出してくるんだったらそれもじゃあどんなやるんですかっていう、うん、そ,のその方法がやっぱ大事になってくるんじゃないかなと思って。その辺は でもじっくりこう見ていかないとわからないとこでもあるし、討論会とかねやるのであればそこで見ていかないとわかんないのかなって感じがして、選ぶ方も難しいっす、ね。難しいですよね。確かに。なんか確かにそうですよね。なんか。 選びやすいものがあればいいけどって思うけどあこれ極めて私の試験一いですあの今思い出したんで何分ぐらいですかあと大丈夫ですかあと2分ぐらいあすあのマスコミとかのでんかネットとかであなたの政策を選んで一番合う生徒はここですみたいなのあるじゃないですかあれってちょっと僕不安大丈夫かって思って。 そんなあで結構当たってたっていう人もいるし、うん、あ要するに決まってるけどやってみてはい、はい、当たってるかどうかしら、うん、チェックしてみたっていうね、はい、当たってたっていう人もいればまあ、違かったっていう人もいるんで、うん、あきっかけとしてはいいと思うんですけど、うん、なんかもうこれで思考がここで止まってしまったらだからまあ一長一短あるのかなって思いますに。であんな感じではない方法で。うん なんかもっとその選びやすいくできるなんかこう選挙結果と公約と政策をどれぐらい現職をやりました、うん、チャレンジャーはどこまでそこを詰められるのかっていうのを DX 化って言ってるぐらいですからなんかこう見やすいようなものをやっぱ公的なところがフェアにやって。 どこまでフェアかっていいうのは難しいけどです、ね、これなんか入れれないんですかねそういうねなんかよくあるじゃないですか今は人材を評価するみたいな、うん、人事評価人事評価を外部がやったりっていうのを人がいるんですよねそういった形でなんか入っても面白そうだなと思うんですけどですねなんかそういうのはそういうのをしちょっと調べたいですよね。 選挙終わってやるとききにに本当にできて,るのっていうあ<ー>まあ今のね達成率実現率とかいろいろありますけど、うん、そういったなんかここも、ま、えっ、ー、と達成率実現率とかではなくもっと正当に評価した <laughs> リーダーシップとかなかなか評価難しいじゃないですか、うん、そうですねまあ数値化できないのもあるっていうのは確かに政治のところではあるんですけどね。はい、ですよね。 まあ逆に言うとですよ。そこにお金をかける市長とかいても面白いと思うんです,、うん、ですね。うん、なんかそこになんか調査機関に委託するして、うん、もうフェアにさらけ出すっていうところがあっても面白いと思いますけど。ですね。はいという感じで、えー、那覇市長選がいつでしたっけ？十月二十三日ですね。はい十月二十三日。そして、はい、えっと沖縄地事選九月十一日。はい ギノ野ン市に至っては、ええー、宜野湾市長選、さらに、うんえー、市議選も。九月十一日。ちょっと三回投票するんですか。トリプルですね。あ,はいはい、ありますので、皆さんぜひ投票に行きましょう。はい、はい。ええー、今日も沖縄プライム、お付き合いいただきあたあた、えー、ありがとうございました。奥山さんも忙しいのか、ありがとうございました。それでは、皆さん、また来週、さよなら。はい、さよなら。